そこへは行っちゃダメ。絶対にね。あれは蔵だよ。あの辺蛇が出るから危ないんだ。ただいま。お父さんとお母さんだ。あ、ご挨拶しなくちゃ。よく来たな。はじめまして、4日間よろしくね。あ、どうも。こちらこそよろしくお願いします。お母様も美人。お腹空いてるでしょ。夕飯もうできてるから今で待ってて。私たちも手伝います。あ、ありがとう。こっちこっち。お父様、ビールお継ぎします。お、気が利くな。良い子の婿に来るか。もうお父さん。さつきくん、何か食べれる？いや、いい。先生、どうしたの、その車。おお、坂部、村の人に借りてきた。ちょいと町までの帰り道が崩れてないか確認してくる。で、ついでにタバコ買ってくるから、あとは頼んだ委員長を。タバコ買いたいだけじゃねえか、不良教師。なんかあったら電話しろ。いや、この村電波ねえし。気ぃつけて。トンネルまでこんなに遠かったか。村から町への道は一本しかない。間違えるはずはないのだが。この事故で犠牲者は。この村は。現場では懸命の作業が来てます。何かがおかしい。何だ今の人形。人気ある男子？一班のお坂部くんとご飯の関くんかな。うちの班の男子、小学生みたいだもんね。でもみなもちゃんは。ちょっと舞。私、同級生いなかったからこういう会話憧れてたんだ。よい子ちゃん、メアド交換しましょう。あ、私携帯持ってない。欲しいな。じゃあとりあえずアドレスメモする。あ、それ携帯かっこいい。都会っぽい。いいないいな。就職とか進学で県外出たら。うちらの近く大学あるよ。でも私はこの村を離れられない。女子うるせえ。こっちはいびきでうるせえし。ケント、サツキ、起きてたのか。まだ気分悪いのか。いや、バスの中で変な夢見てあんま寝れなくて。夢？どんな？大した夢じゃないけど。気になるじゃん。お前の夢よく当たるしさ。それに話したら楽になるかもだろ。人形峠トンネル。行きにバスで通ったとこ？そう。気づくと俺は暗闇の中に立っていた。トンネルの中にずっと嫌な音が響いてた。後ずさりして何か踏んだと思って振り返ったら、それは誰かの体の一部だった。そしてその奥には、今回ばかりは外れだな。
だってそんな現実離れしたこと起きるわけないじゃん。そうだよな。で、人が食われてたって誰？え、それは…助けて！地震！そう、この地震が…みんな机の下に隠れて！机ねえよ！全ての始まりで…結構でかい！終わりだったんだ。メガネ、メガネ…人形峠トンネルの先、後陣村へは城南高校の生徒33名と引率2名が向かったとの情報が入っています。生徒たちとは未だ連絡が取れず、安否が気遣われます。空からの救助は霧の影響で現在行われておりません。現場からは以上です。